はい。こちら、イーグルフェザー軍曹。今、激しい衝撃があったが、爆破に成功したのか。はい。これから直ちに甲板に向かいます。わかった。急いでくれ。甲板が傾けば傾くほど、脱出が難しくなる。発進可能ギリギリのタイミングまでは待つ。間に合わなかったら、諦めてもらうしかないぞ。了解。第6層は水没します。乗組員は直ちに退避してください。緊急事態発生。何事もない全ての確認を目指します。第6層水没、機関部退避。第5層核兵器破損。エイムダルは沈没します。ここから上に上がりそうだ。ここに繋がっていたのか。まだ生きていたのか。隊長が化け物にやられました。隊長が、なんてことだ。仕方がない。俺たちだけでも逃げるぞ。中央エレベーターを動くようにしておいたぜ。輸送機の準備はできてる。急いで甲板に上がってこい。了解。少尉、聞こえますか。イーグルフェザー軍曹、無事だったのね。はい、少尉もご無事で、こちらは爆破に成功。現在甲板に向かっています。隊長はやられました。隊長も、そんな。申し訳ありません。あなたのせいじゃないわ。私だって誰も助けられなかった。少尉、とにかく私たちだけでも脱出しましょう。オリンポスが近くまで来ているのよ。私はオリンポスで脱出するわ。軍曹も合流してちょうだい。いえ、
自分はこのまま甲板に向かいます。ラング隊員が輸送機発進の準備をして待っているはずですから。分かったわ。では気をつけて、お互い無事に脱出してベースで会いましょう。了解。少尉もお気をつけて。では。Thank you.
ミナルは沈没します。借りは返したぜ。大尉、なんだ、乗れ早く。あれだけいた乗組員がたったあれだけか。生き残ったのは数時間でヘイムダルは海の中。陸地が見えてきたぞ。知っているか、ここは去年原子力発電所の事故で閉鎖された地域だ。生き物は何も住めない。こんな場所が世界中至る所に増え続けた。このままでは地球は終わりだ。俺たち人間は自分たちの手で自らの首を絞めているのさ。ご苦労なことだ。いっそのこと一度白紙に戻してからやり直した方が早いかもしれないぞ。こいつの主張もまんざら捨てたもんじゃないかもしれないな。